いや本当にあったんだなってそういう感じです。立体というか本当にありますからね、存在するから、やっぱりその迫力ってのはやっぱりすごいですね。ファイナルファンタジーってずっとファンタジーで、あの剣と魔法っていうことでやってたんですけど、6ではそういう機械文明というかちょっと SF チックなものが入ったので、もともとあのアニメーションとかで SF とか、あとイラストの方もあの SF の絵を結構描いていることがあったので、あ、それちょっとメカ的なもの、ロボットとかそういう世界観が描けるなっていうのがあって、もう一つキラとやっぱりね、あの女性の主人公ってあまりなかったんで、まあ、それもちょっと初めての経験だったんで、そういう意味では、6って僕にとっては今までやってきた主題性みたいな感じはちょっとあの僕の個人的にはありましたね。世界観みたいのもこの全体で表してるから、ちょっと周りがジオラマ的というかちょっと映画的な感じになってますよね。まあ、僕の描いた時の記憶だと、あの産業革命のイギリスのね、あの辺の機械文明というか石炭とかそういうのができた頃のイメージで、機関車とかね、そういう力強いそういう世界観みたいのをちょっと出せたら面白いのかなと思って、そういう意味ではかなりその出てますね、これは。僕の絵はあの平面で一つの、ね、角度からしか描いてないって当たり前なんですけども、それを360度いろんな角度で見れるので、僕としては、まあ、僕の描いた絵のその角度っていうのが最初なんですけども、下から見た感じとかも大きさが出るなっていう、自分がこうね、この作品よりも目線が下に行くっていうのはあんま小さいフィギュアってあんまないんですよね。この大きさだから下にこうして覗いてこうあの、見えるっていうか、どの角度からでもいいんですけど、上からっていうよりはこの目線で見るとよりこうリアルに感じるなと思います。いや、まず語っておきたいですねあの人目のつくと思っているから、あとそれと同時になんかしまっときたいっていう感じも2つ欲しいですね もう僕自身も本当に驚いた出来栄えですので、作品としてこう成立しているので、成立というかもう完成されているので、そういう立体 の彫刻の作品を見るっていう、まずそれがあると思うんですよね。それから、まあ、細かいところをこうどんどんあの見ていくと、どん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 このファイナルファンタジーの6の世界に入っていけるので、2つの要素があるんで、架空の世界が現実になったみたいな、そういう感じなんで、実際の本物を見ればそれは分かると思いますので、ぜひこれちょっと本物を手に入れてくださいっていう感じですね